はい、どうも、ラリクマチャンネルです。ということで、今回は、皆さん、これ覚えてますか？ハイキャパのスケルトングリップ。ね、こちら、もう透けてる、すげえかっこいいやつ。これ実はですね、なんと、2本目なんですよ。皆さんに見せた時にカスタムしたスケルトングリップではないやつです。なんとですね、組み込んでる最中に破損してまして、これ欠けてるって言ったじゃないですか。あれがですね、ついにひどくなりまして、持てなくなりました。なので、もう一個購入させていただきました。いや、皆さん本当に組み込むとき注意してください。今回何が悪かったかっていうとですね、ここのピンを入れるときに、ここ、実はですね、結構 3D プリンターなんで個体差があります。やっぱり。なので、すんなり入んないんですよ。で、ピンって結構硬くしないと抜けちゃうじゃないですか。でも、それよりはるかにきつい状態の穴だったんですよ。だからピンを叩こうとすると、もうなんか、3D プリンターの部分がめきょってなっちゃうぐらいギッチギチだったんです。で、マガジン入れるところ、じゃあマガジンリリースボタンもギチギチで、もう押しても返ってこない状態だったんですけど、削ってなんとかやったんですよ。で、こっちは削らないで、ピンを刺すとこだから、あんま削りすぎちゃうと逆にピンが抜けちゃったりとかしちゃうので削らなかったんです。だけど本当はね、こっちもある程度のスカスカになるぐらいまで削らないといけなかったんですよ。で、それを知らないで叩いちゃった挙句、ピンにこうギュッて押されてバキッと折れてしまったというわけです。なので皆さん、組み込む際とか結構ね、こちら買った方はわかると思いますけど、マガジンリリースボタンとピンはある程度削っといて、いい感じのとこまで止めとかないと、カスタムパーツ入れづらいので、カスタムパーツじゃない、組み込みづらいので、皆さん気をつけてください。必ずね、こういう丸いね、ヤスリとかを持っていくといいと思います。で、今回はそれをね、皆さんに教えるための動画じゃなくって、実は新しいカスタムもね、買いましたので、お見せしたいと思います。こちら、じゃじゃーん、ビャッ、じゃじゃーん、すげえ反射してますね。ハイキャパ 5.1 インチロアフレームになります。じゃじゃーん、ちょっとみんな反射しすぎちゃってごめんなさいね。どうですか、見えますかね。こんな感じです。ということです。これ、東京マルイのガスブローバックシリーズのハイキャパ 5.1 シリーズ、ゴールドマッチを除く。え？ゴールドマッチ、組み込めないの？まあ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 。太陽騎士ですね。太陽騎士、東京マルイ。ガスブローバッグ、ゴールドマッチは除くって書いてあるんですけど、ゴールドマッチ除かれたってことは対応してないということですかね、それはね。はーい。対応してないということでした。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったら。はい、気を取り直してカスタムしていきましょう。5.1 に組み込みます。じゃあね、ゴールドマッチに組み込みたいと思います。じゃあ組み込む、多分ね、ここの分解って、ハイキャップのここの分解ってなかなかね、動画になってないと思うので、ちょっと皆さんに分かりやすいように組み込み動画を上げたいかなと思ってるんですけど、ライラックスさんの方で、公式ホームページに出てますので、そちらの方参照、見てみてください。自分のやつだとね、ちょっと説明が至らない点が多いので、ライラックスさんの方から、検索して、組み込み動画見てもらうと分かりやすいと思います。ということで、じゃあ組み込んじゃいたいと思います。ということで、組み込みが終わりました。皆さんに、大事なお知らせがあります。大事なお知らせ。ゴールドマッチ、対応しておりません。対応しておりませんでした。本当に。いやー、さすが書いてあったもんね。だってね。ゴールドマッチ対応してないって書いてあるからね。してないんだよ。組み込めないんだよ。で、組み込んだ図がこちら。じゃじゃーん、どうですか？超かっこいいでしょ。何がないって？スライドがないんですよ。スライドがないんですけども、一旦組み込めたのがこちら。いやでもね、かっこいいでしょ。こんな感じになるし。こんな感じ。こんな感じになるし。こんな感じです。で、何が対応してないってね、ゴールドマッチに対応してない理由は、実はこっちがゴールドマッチ、こっちがシルバーなんちゃらなんですけど、ゴールドマッチは、スライドの、なんて言うんだろう、幅がちょっと違うみたいで、組み込めないんですよ。でも、こっちはさせるんですけど、こっちがさせないの。
ちょっとやってみましょうか。皆さんにちょっと分かりやすいように、口で言うとね分かりづらいんですけど、まずじゃあ干渉してるのはでもスライドなんですよ。これ外して入れても、これはね動くんで、ここは動くんで関係ないんですけど、これスライドをここまで入るんですけど、ここからとという感じで、多分ここら辺の何かに干渉しちゃってて全く動かないと。ハイキャパゴールドマッチをカスタムしたくて、かつ、このコンペンセンター付きのやつをつけたいと、そう思ってる、俺と同じ考えを持ってるね。そこの皆さんにゴールドマッチカスタムしたくてコンペンセンターつけたい方は、ハイキャパの、ゴールドマッチじゃないスライドだから、簡単に言うと、あのカスタムパーツで書いてある東京マリ 5.1 を買ってください。 でこれ4点いくつかには対応してないです。対応してない、そう、まあ今日ここはだいぶがっぽり開いちゃうので対応してないんですけど、5.1 シリーズのスライドを買ってください。ゴールドマッチに対応しているスライドではなくて、ハイキャパ 5.1 に対応しているスライドを買うと、組み込めるようになると思います。ちょっとねそこら辺まだ詳しいことは言えないので、ちょっと自分も買ってみて、組み込めた時にまた再度皆さんにお知らせしようかなと思います。でハイキャパは当分この形で置いておきたいと思います。いやまさかですよね。まさかやっぱ説明書っていうかもう Amazon で買う時も何でもそうだけど、しっかり読んどくべきだよ。何でもそうはい、ということで以上ハイキャパのロアフレーム、はい、コンペンセンター付きでした。で皆さんもこれかっこいいなと思った方いましたら、ぜひぜひ買ってみてください。商品のリンクは下の方に貼っておきますので、そちらの方から飛んでみてください。ということで以上ロアフレームでした。皆さん買い物お気をつけて、バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。